世界一の孤児輸出国韓国。1991年になって韓国ではやっと女にも財産継承権が認められ、また女が単独で戸籍を持つこともできるように民法が改正された。それまでは女が自分の戸籍を持つことができなかったため、離婚した場合には女側が子供を自分の戸籍に入れることができなかったのである。協議によって母親が子供を育てることになったにしても、子供の戸籍は父親の戸籍のまま動くことがなく、女の戸籍はまた実家の父の戸籍に戻っていくしかなかったのである。こうして未婚の母の問題が出てくることになったのだった。未婚の女が子供を産んだ場合、その子の戸籍を載せるところがなくなってしまうのである。そこで何とか自分の兄弟の戸籍に入れてもらおうとする。しかし韓国では未婚の母は社会的に許せざる不道徳な存在である。だから兄弟たちは姉妹の子供とはいえ、あくまで自分の戸籍を汚すまいとするものが多い。そこでどうしても戸籍を作れない子供たちが多数出てくることになってしまう。そうした子供たちの多くが外国で子供を欲しがる人々の養子にと輸出されていった。こうした事情があるため、韓国は世界一の孤児輸出国の汚名を切ることになってしまった。1989年に海外の親と養子縁組が成立した韓国の孤児は3552名を数えている。2位のコロンビアが735名、3位のインドが677名、4位のフィリピンが481名などの数字からしても、韓国の孤児数が他の諸国より極端に多いことがわかる。東亜日報編著、韓国人の自己批判、公文社より。ようやく法律が改正されて、女たちが自分の戸籍を持てるようにはなった。しかし、未だに子どもの戸籍の行方に悩む女たちが絶えない。なぜなら、女が単独の戸籍を持ち、そこに自分の子供を入れれば、離婚者でない場合は、自ら未婚の母だと宣言することになるからである。韓国では依然として未婚の女が子供を産むことを悪とする風潮が強くあるのである。これまでお話ししてきたことからも言うまでもないことと思うが、韓国の現実では未婚の母が出てくる原因は大きく男の側にある。いや、そのように男を振る舞わせてしまう韓国の男権社会の伝統に根ざしている。なぜ韓国は誰にもある母性への慈しみの心を日本のように文化として制度として作り上げることができなかったのだろうか。